株式会社フォーバル内定経済学部西野有沙です。中小企業に対しコンサルティングを行っていく企業です。経営者の方とお話をして、その企業で悩まれていることを相談し、それを解決に導くお仕事です。ゼミでは学生と企業の間で給食のミスマッチが起こっているので、それを解決するコンサルティングに携わりました。その会社の悩みを聞いていく上で、自分たちが、自分たちの会議等でここはこうすればいいんじゃないか、すればいいんじゃないかって解決策を導いて、それを提示することによって、企業の方からここ改善してみたいけどどうとか言ってくださることがすごく嬉しくて、あ、こういう仕事って楽しいのかなって思いましたね。まず自分が何をしたいか、何ができるのかっていうのが全く分からなくて、でそれ何がしたいのかをやっぱ探すのがすごくしんどくて、やっぱそこが自己分析にすごくつながってることだなっていうのは後々気づいたんですけど、キャリアセンターは自己分析もしてくださいますし、あとは面接対策とか、あと企業も紹介してくださるので、すごく良かったです。ギリギリで遅いです練習は本番のように緊張感を持って、本番は練習のようにリラックスして挑むことです。1年次は2つのアルバイトを経験し、2年次はグローバルキャリアプロジェクトゼミでコンサルの面白さに出会いました。3年次はベトナムインターンシップに参加し、4年次の夏に内定を獲得し、現在は IT パスポートの資格の勉強に励んでおります。山崎製パン株式会社内定流通学部井口雄介です。大学4年間はずっとサッカーに時間を費やしまして、団体競技なので、協調性という部分はすごく意識して行動してきまして、今自分に何が求められているのかを意識しながら行動していました。自己分析の時に、今まで頑張ってきたことが自分で分かってたので、すごくスムーズに文章を書けたりですとか、面接の時でもすごく自分のことを説明しやすかった印象はあります。最初に衣食住の中で探してまして、食品メーカーの中でも製パン業界を中心に見ていました。そうですね、食事の取り方であったり、体の動かし方、スムーズに体を動かすにはどうしたらいいのかを中心に学んできました。山崎製パンと聞いたら、誰もが分かる会社だと思うんで、一人一人と向き合って、一人でも多くのお客様にパンを届けられるようにしていきたいと思います。キャリアセンター行った当初はもう就職のことは何も分からずに行ったんで、何社か紹介された中で、自分が調べて興味を持った会社にエントリーしました。期間が短かったんで、何社も何社も受けていく中で、次の日次の日の行動が非常に重要なんで、そういう意味ではもう毎日キャリアセンターに行かないと追いつかないっていう状況でした。そうですね、一人で行ってしまうと、情報量もそれだけ少なくなってしまうんで、キャリアセンターに行けば、誰かはいるんで、同級生のでどこを受けてるとか、どんな面接やったという情報をもらいながら、自分の面接に生かしていこうという、就職活動だけの話じゃなくて、プライベートの話もそこでできるので、心が和むというか、心の拠り所ですね。早め早めの行動が非常に大事ですし、準備すればするほど、それなりの結果がついてくるのかなというふうに思っています。3回生の夏頃からはもう会社を見ていた方がいいと伝えたいですね。1年次はサッカー部に入部し、
2年時は I リーグ関西で優勝、全国大会に出場しました。3年時の冬に就職活動を開始し、4年時の6月に内定をいただき、就職活動を終了しました。現在は会社の歴史や業界を学ぶための本を読んでいます。日本ユニシス株式会社内定、経営情報学部の永吉由紀と申します。企業の業務効率を上げるようなソフトウェアを作ったりっていう形です。大きく分けて2つで、1つ目は社会問題の解決に寄与するようなそのプロジェクトといいますか、そういったあの戦略があって、そこで私があのビジネスプランコンテストを通じて社会問題の解決の難しさを学んだと同時に、解決できるようなしたいなっていうふうに思いながらコンテストを終えたんですね。でそこでその日本ユニシス株式会社のその戦略を聞いてすごく魅力的に感じて志望したいなっていうふうに思ったのと、もう一つあのインターンシップを通じてその社員さん同士の交流っていうのを見ることができるんですが、その風通しの良さといいますか、温かい雰囲気がすごくいいなっていうふうに感じて志望しました。一番最初の時はどういった企業があるのかだったりとか、自分に合った会社っていうのは分からないので、まあ、会社をこうこんなのがあるよっていうふうに教えてもらったりとか、あとエントリーシートの書き方だったりとか、あと就職活動の流れといいますか、今後こうどういうふうに何月ぐらいにこれをしてっていうのを教えてもらいました。私が就職活動をしていて一貫してどの企業にも感じられたのは、端的に物事を簡潔に話せる力は必要かなっていうふうには感じました。限られた時間の中でその自分の良さ魅力っていうのをやっぱり簡潔に伝えないと人事の方には伝わらないので、そういった点ですかね大学生って全部で4年間あるってすごい長い期間があると思うので、その期間を利用してできること、自分がしたいことっていうのを見つけ出す方がいいと思います。ただ単にこうバイトをして、それをただただ大学で授業を受けてではなくて、こうやって時間がある時だからこそ今しかできないことを見つけるっていうことは最終的に就職活動にも生きてくるかなと思います。プログラミング経営が学べる経営情報学部へ入学しました。2年時は、SE を目指し、プログラミング言語 Java を使ってオセロゲームの開発に挑戦しました。3年時はビジネスプランコンテストに挑み、キャンパスベンチャーグランプリで近畿3位を受賞しました。4年時は IT 企業を数社受け、日本ユニシス株式会社から内定をいただきました。丸石製薬株式会社内定、国際コミュニケーション学部の西本花です。最初は あまりその何をしたいっていうのが最初決まってなかったので、でもこうやってこのコロナ禍の中でそのキャリアセンターの先生方とこう相談している間にこう需要があって、こう生き残ってくる企業って考えた時にその製薬会社っていうのが私の中であったので、受けさせていただきました。説明会とかに全然行けなかったので、もう合同説明会っていうのももう中止とかになってしまってたので、なんかそれでウェブで説明会とかがあったので、まあ、そういうのを受けてたんですけど、でも実際にこのなんていうんですかね、雰囲気、その社風とかその人どういう人が働いているとかもあまり見れなかったので、なんかそういった面ではちょっと不便だったかなというふうに思います。やっぱり一つのところに行くってなったらちょっと場所が離れてたりしちゃうので、でもオンラインだと移動、家から見れるので、その移動、その交通のあれがないのでいっぱいこう見れることはできました。もう私がそのキャリアセンターに初めて行った時ってすごい何もなんていうんですかね、こう何系がいいとかも全然決まってなかったんで、業界とかもなんで、まずはこう自己分析するのも一緒にやってもらったりとか、
なんかすごい先生とかがその担当の方がすごい寄り添ってくれるあの先生方が多かったので、そうですね、相談事とかもしやすかったですし、こういう風にした方がいいんじゃないっていうアドバイスとかもすごくいただいたので、よかったなとは思います。就職活動を始める時期っていうのはやっぱりちょっとなるべく早い方がいいのかなっていうふうには思うんですけど、あとはその私がしとけばよかったかなってこう思うのは、インターンに参加したりとか、やっぱりインターンに参加することでその企業のことをもっと知れたりするので、参加しとけばよかったかなって思うのと、そうですね、その SPI の勉強っていうのと、あとは自己分析、やっぱりその自己分析することで自分の就職活動の軸っていうのが見えてくると思うので、人と差をつけようと思ったらやっぱりちょっと早めに取り組んでた方がいいかなとは思います。1年次は秘書検定の資格を取りました。2年次は希望していたゼミのゼミナール長になりました。3年次はゼミで就活生を対象とした化粧品会社との共同企画を行いました。冬に就職活動を始め、4年次の夏に内定をいただきました。今は卒業論文を頑張っています。名鉄観光サービス株式会社内定国際観光学部山越幸太です。小さい頃から、旅行が好きだったので選びました。旅行でお客様のサポートをして楽しんでいただける旅行を作りたいなと思ってます。旅行会社の方の助言もいただいて、旅行業に関して自分たちはシニアを少し中心に旅行に関して研究していました。シニアのウォーキンググループにターゲットを絞って、その方たちのウォーキングを含んだツアープランの企画をしました。面接で話す内容も多かったですし、生きたと思っています。総合旅行業務取扱管理者という資格を持っています。3年生の秋に取りました。旅行会社に就職してからも必要になる資格で、面接という選考にも有利になるので取りました。そうですね、大変でした。時間も学生の方が勉強する時間が取れるので、やはり自分も学生のうちに取りたいなと思いました。選考を受け始めたのは、3月入ってからです。8割ぐらいはオンラインが中心でした。少しゆっくりに喋るというのが記事にあって、やっぱりオンラインなので伝わりにくい部分もあるので、ハキハキと喋るようにはしました。まずはリアクションを少し大げさに取るといいますか、うなずきですとか、あとは少し空気を柔らかくしようと、面接官の方がしてくれたりするときは積極的に笑顔を見せるようにはしていました。 1,2 年生の時にはやっぱりあまり意識が向かないかなと思うんですけど、自分がイメージしている業界以外にもどんどん目を向けていってほしいなと思います。やっぱり自分が希望する業界に行けたり、インターンに行ってみてからちょっと違うなってなってからだとするのは難しいかなと思うので、やっぱり広く見ておくことは大事かなと思います。観光業界を志して入学しました。2年生はゼミで旅行業を中心に研究を始めました。3年生では旅行会社にインターンシップに行き、また総合旅行業務取扱管理者資格を取りました。4年生では8月に名鉄観光サービスから内定をいただきました。